グリッドレイはアメリカ海軍の駆逐艦、ウィックス級駆逐艦の一隻。艦名はジョージ・デューイ提督の機関、オリンピアの艦長であったチャールズ・グリッドレイにちなむ。グリッドレイは1918年4月1日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄鋼所で寄港する。1918年7月4日にフランシス・ピー・トーマスによって浸水し、 1919年3月8日に、艦長フランク・ J ・フレッチャー中佐の指揮下収益する。メアアイランド海軍造船所での偽装の後、グリッドレイは1919 19年3月24日にサンディエゴを出港し、パナマ運河を通過、駆逐艦隊に合流して、キューバ海域での艦隊訓練に従事した。その後バージニア州ノーフォークで修理を受け、1919年4月26日に、 ニューヨークに向かった。グリッドレイの最初の配備は海軍の水蒸気による大西洋横断飛行支援で航路沿いに展開した。グリッドレイは両艦とともに煙と炎による信号で水蒸気を誘導した。NC-4 機は水上艦の助けを得、1919年5月17日にノームの中、アゾレス諸島に着陸した。続いて、 ノームで着陸を余儀なくされた NC-1 機の探索に参加、その後は NC-4 の歴史的な飛行の最後の工程で護衛艦任務に従事した。グリッドレイは5月31日にフランスのブレストに到着した。続く2ヶ月間、地中海の様々な港に親善訪問を行う。7月31日にニューヨークに帰還し、 その後ニューハンプシャー州ポーツマス沖で活動した。グリッドレイは1920年9月2日にサウスカロライナ州チャールストンで海兵隊のジョン・エイ・レジューン少将とスメドリー・バトラー巡将を乗せカリブ海の基地を呼び部隊の視察に向かった。その中にはキューバ、ハイチ、ドミニカ共和国も含まれた。二人の将軍は9月27日に下関した。 続く数年間にわたって、グリッドレイは海軍予備役部隊の士官と兵員の訓練を担当し、チャールストン、ニューポート、ニューヨーク、およびフィラデルフィアで活動した。グリッドレイは1922年6月22日にフィラデルフィアで退役し、予備役状態で保管された後1937年1月25日に除籍された。 グリッドレイは1939年4月19日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。